はい、ということでパワーフェスやっていくんですけど、いよいよですね、はい、ラスボスのところに、もう来ましたと、いうことで、やっているんですが、これね、達人初見でやってここまで来てます。結構頑張ってここまで来たって感じなんですけど、もうでもね、スカウトしたい人が、あ、10球勝負だったら早く終わるでいいわ。そう、なんかね、一周がすごく長く時間かかるんで、パワー S かこいつ。抑えたいな。いきなりボール玉やっちゃった。そう、こういうミニゲームで、やべ。ミニゲームがあって、まあ、そのせいでめっちゃ時間かかるみたいな。これは、よし、抑えてる。いやー、ヒット打たれたか。これセンターフライ。オッケー、ライトフライ。よし、勝った。一応部がいるん、あー、でもそうか。レベルが低いからパワー C か。じゃあちょっと使えねえかな。もうこれいいや、もう。この状態でもう行こうかな。あー、もうマネージャーもいっぱいなんだ。相手に併殺扇風機チャンス G。それいいな。それいいから。交換しとこうか、一応。で、ここで。なあ、なんか、選手獲得のあれが復活するよってやつやな。これもいらないっす。それから。あ、残念。うわ、神楽坂グループか。ボールドボン。いやー、めんどくさいんだよな、もうこれ。あ、こいつは欲しい。ライゴーだけ欲しいから、ちょっと試合しよう。そう、これ3回制の試合をやらされるんですよね。で、まあ、ここに来るまで、なんか歴代のボスとかもぶっ倒してきてるんですけど、こうやってなんかね、短い試合をやらされるんですよ。だから時間がかかるっていうのがあるんで、振らねえなー。これがね、コンピューターの嫌いなところ。OK。いやー、守備うま。さあ、じっくりやっていくよ。そう、なんかね、対決レジェンドの動画とかも撮ろうとしたんですけど、あれちょっと難しすぎるんで、やめましたね。まあ、ペナント動画と、このパワーフェスは一応1本ぐらい動画撮っときたかったんで、まあ一応やってるっていう感じですね。正真正銘のこれ1周目でここまで来てるんで、じゃあ一番打ちづらいボール。いやー、捉えられた。頑張って失点しないように。OK。いやー、でも外野フライか。いや、落としてるし。いやー、これセンター日野やめようかな。一、二塁間。OK。よし。これでライゴを獲得。リーチがかかった。ただここを抑えればって感じなんだよな。アウトロー。いや、さすがに大丈夫。じゃあ殿下の宝刀スライダー。うん、いやー、マジか。ストレートしかねえな。いや、フォアボールか。いや、マジか、これ。しかもこれでエラーでしょ。こうなるとサヨナラ狙いしかなくなる。ちょっと一発欲しいな。ナックル来るでしょ。ナックルが来たら日野くん、まあ弾道1だけど。いやー、さすがに今のは悪手だった。打ち急いだ。一球見た方が良かったね。そう、これ強制的にツーアウトにされる。いや、代打出さない。まだ出さない。これは、OK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 。まずこれであと1点差だから、本当はここでホームラン打ちたいんだけどな。
代打は出さなくていいかな。いや、アレックスがいるか。ロディがいるじゃん、そういえば。こいつでいいわ。第2球投げました。いやこれも握手。まあしょうがない、ここは負けていい、うん、ここは負けていいやつ。まあライゴ欲しかったけどね。もうこれ行きます。ああ部長じゃん、部長がいる。一応こいつだけ見とくか。お、仲間になったけど、あ、守備力かなり上がるのでかいな。入れ替えよう。はい、でアイテム最後ゲットして、こいつはセカンドサルでいいからもういいや、行こう。行きます。ここがラスボス戦ですと。このなんかサッタンっていうのがようわからんキャラクターをまたコナミは作ってるんで、さあここがラストです。能力上げますって言ってももう上げてるか。じゃあいいや。試合です。守備力上がるのか。本当はこれがいいな。これで行こう。守備力上がるのはでかいからね。で、思いっきり使うよ、これ。選手全員絶好調。ミートアップ。うわー、ちょっと待って、守備時に長打が出にくい低反発ボール。いや、これも行くでしょ。あ、使い切れないこれ。じゃあもうこれでいいわ。投げる球種、ロックオンレベル上がった。これ勝てるんじゃない？初見でさ、達人クリアできるんじゃないこれ。まあ、先発主人公で、いや、ハイタニとかこれ出したいから、まあ、打撃重視で、あとね、センター日のこれやめるわ。このエラー持ちは本当に良くないから、矢部くんセンターだな。うん。で、日野は、いや、村雨の守備を考えたらな、村雨がセンターでいっかな。ちょっとこれマジで慎重に考えよう。まあ、打撃力がなさすぎるから、いや絶好調だったらキリキのがいっか。サード、本当はここにライゴが欲しかったけど、まあ千賀がいる。猿の守備上がってる。あ、これみんな守備上がってるわ。よく考えたら。本当はこの鹿使いたかったけど、まあ、ちょっと。まあ、ショートギャネンドラで、っていう感じかな。で、矢部が4番っていうのはさすがにあれだから。いや、打撃力なさすぎるわ。打撃力がなさすぎる。これで勝てるのか。ただロックオンレベル上がってるからね。さあ、久々の躍動じゃん。いやー、来た来た来た。これがパワープロ2024のパワーフェスラスボスです。もうなんかわけわからんくなってきてるよな。謎のこのパフォーマンスを見せつけられるっていう。一応見たんですけど、ストレートにオリジナル変化球が確かあるみたいです。で、能力がほぼ大谷翔平みたいな、そういう印象を確か受けた。どうじゃ、
タンサーバント。行きましょう。まあでもこっちの能力もなかなかいいからね。行きますよ。インコースから。さあ、いいところにまずストレートが決まる。一球スライダー見せよう。おお、振ってくれた。じゃあ落とします。まあさすがにな。インコース。センター、さすが、お、取れる。村雨ナイス。さすがだ。日野くん外しといて正解だ、これ。さあ、そして、相手の攻撃をゼロに抑えて、いや、マジで、いきなり達人、いける気がしてきた。さあ、この謎の超、超高速の、いやー、こいつ守備うめえな。なるほど。さあ、2番ギャレンドラ。薬油。いや、強すぎるな、それ。いや、肩強。何その守備。ツーシーム。なるほど。いや、フォーク見たいな。オッケー。3番ブで行ってるからね。しかも弾道1だし。いや、でもね、これ見れるのいいわ。やっぱり球種を。そしてスライダー。いやー、いいボール。いいボールすぎる。そしてサッタン、BS。ちょっと能力見ようか。動画にするのこれ多分最初で最後の可能性があるからね。165キロ。ハイスピンジャイロ。謎の金徳がある。はい。大谷翔平の方が足速いな、でも。いきます。アウトローから攻める。もう一球。いやー。ちょ、これ一球カーブいくわ。いやー、打たれた。まあ、ちょっとカーブも悪手かな。まあまあでもまだ1点だからね。バント。ここバントでミスれ。さすがにミスらないか。さあ、千賀敦。いやー、惜しいな。負けたくはない。初見でね。達人クリアの可能性が見えてきてるから。見るよ。全力大魔王弾。よし、よし。163キロ。いや、いいボールすぎる。強いな。ちょっとでも投げさせたいよね、相手に。ああ、ミスった。いや、チャンスだったな。いいボールすぎる。いやー、守備もうまいし。1安打か。村雨頑張れ。村雨なら打てる。大魔王弾を。よし、よし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 。一、二塁間。ライト前に。ここバント。いや、ボール球だと思ったけどね。よし、大魔王弾を普通にバントする。うわ、うまいな、守備。村雨だったら、帰ってこれ、ナックルカーはあるのか。いや、ナックルカーブもこれ、仕留める対象に入れないとな。いける。よし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 。さあ、これ絶対1点取りたい。ギャレンドラ。いや、惜しい。早すぎるだろ、そのボール。
いや、それは無理やて。見るよ。走る。ここで走る。いいね、野球してるよ。よし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 。相手のボールは野球じゃないけどな、ほぼ。よし、捉えた。しかも盗塁が生きて、2点逆転だよ。しや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 し。いい野球してる。しかも3点になってるじゃん。ここ抑えたいな。いや、これ、まあ主人公はこの回までか。三振。取りたい。いやー、三振取りたいな。いや、くっそ。まあこれで同点か。1点差か。まだ1点差か。いや、この回までだな。よし。オッケーオッケーオッケー。5回に失点全然オッケーよ。もう一回でも行きたい感じはあるけどね。センター前、素晴らしいギャネンドラ。いや、これ勝てんじゃね？これ、勝てる気がする。よし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 。いや、これ普通にバントするわ。4番キリキの絶妙なバント。キリキバントうますぎだろ。そしてここで調子に乗って、よっしゃー、センター前抜けた。さすがにこれは帰らない。いいよ、盗塁まであるな。これナックルカーブ来たら盗塁してもいいかもしれない。来ないか、打つか。スライダーか。危ない、ナイス、スライダーで盗塁できた。一応ね、経験値もたまるんで。どうだ、これは犠牲フライになった。よしよしよし、でかすぎる。これはでかすぎるよ。かもいいぞ。うわー、ここで夢城か。ロディ出していいんじゃない。ロディ出すわ。まあでも代打でもよかったか、ロディ。そう、正直。で、オッケー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 。満塁でしょ。ホームランだけは許しちゃダメ。ツーシームだな。いや、取れた。今の取れたなぁ。猿今取れたぞ。惜しかったなぁ。パイモン。くっそー。原神のキャラクターだよね、パイモンって名前。H シュート。よし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 。ドロップカーブを。これ絶対ボール球でいい。いやー、これはインコース行きたい。いやー、打たれた。1点差か。もうちょっと高めでもよかったかもな。これ怖えのが、まだワンアウトなんだよな。いやー、強い。これはやばい。走者一掃だ。いやー、ピッチャー変えるべきだったかな。強すぎるんだって。まあでもこいつが降りたらまたチャンスだな。いや、諦めちゃダメだ。大魔王弾打つよ。これボール球。ここ来るな。危ない。なんとかファールにできる感じか。
しかも全力できた。よし。よし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 。ツーベースいける。ただ、もう一点だから、ここはもう普通に打つしかねえな。しっかり見て、よし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 。よし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 。さすがにアイテムあればいけるところを見せたいな。よし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 。やべ。あ、そしてピッチャー変わってんじゃん、そういえば。来た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 。これ大事にしたいな。え、ウエストして？よし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 。こんなスライダーは普通に。まず同点。オッケー。でかすぎる。ロディか。ホームラン狙うか。よーし、来たーよし。村雨帰ってこい。よーし。これはでかい。これはでかすぎる。代打出すか。代打出そう。7位。いやー、センターフライか。ちょっともったいないな。ギャレンドラ。おい、デッドボールかよ。ブがぶっ飛ばしてやるよ。やばい。いや、2点じゃちょっと危ないな。この攻撃もったいないってなんなきゃいいけど。本気を出すか、こっから。いや、でもこれ。いや、アレックスで抑えれるかな。いや、これ全員でかかる必要があるな。もうこれね、二塁ランナー考えなくていい。ここに全てを捧げる。よし。集中。危ないな。ナイス村雨。よーし、肩も強い。よし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 。一球これ見せといて。よしよ。本当はそれ振ってほしいんだよな。さすがにちょっともう1点はいいわ。ここだな。ここ抑えたい、マジで。来た。あとアウト1つ。ピッチャー変える？いや、でも変えなくていいか、今だったら。ワンチャンこれ、させねえか。やばい。7位取れる。よっしゃ、取った。取った。勝ったぞ。達人。達人でこれクリアしたわ。よかった。達人でクリアできたんだけど。やったやった。ちなみにこれもう一回見たんで、そう。ちゃんとキモいでやんすって言ってんじゃん。これ物語の序盤にね、なんか剣みたいなバットがあったんだよ。まあちょっとお話は全然分かってないんだけどね。
ってやるけど結局矢部くんは戦闘不能になると。まあこれいつものお決まりな感じだけど、パワーフェスはみんなのものだ、私たちも手伝うわ。でここで全員で協力して、キャプテンはねピッチャーなんだけどねこれだったらあれだな、バッターで行くのがいいのかな。矢部昭夫、薬油に散るいやでもこれいったな、いきなり達人でクリアしたじゃん。やるやん。はい、みんなレベルもがっつり上がって、うん、いやよかったよかった。はい、ちょっともうお話はもう長すぎるんでぶっ飛ばしましたけど、はい、これでもうエンディングになると思うんだよね。はい、終わったかな。結果がボーンと出てきます。はい、いやーよかったな。達人でだって今までクリアした記憶がないんで、今までのシリーズもね。あ、ちゃんとなんかレベル1からって上がったあれが出るんだ。あ、はい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 。レベル1で加入。まあ、加入しても選手入れ替えながらっていうのをやっていくと、結局使わないやつもいるんだけど、そんな中で、初見でね、見事に、クリアしました。はい。いや、よかったっす。まあ、ちょっと一周が長すぎるんで、まあ、本当に暇な時に、パワーフェスやってもいいかなとは思いましたけど、ただミニゲームあんまりなんか、うん、あれ結局プロスピのねアプリのやつでなんかミニゲームあるじゃんね、あれと一緒やんみたいなのを思いましたけど、はい、当番タイプ、まあ、先発でしょう。はい、え、あー、はい、まあちょ何でもいいや。これランダムでできるよね。はい、これでいいや。で能力アップをやりたいよね。達人クリアしてこの能力かっていうぐらいそんなに強くない気がするんだけど、気のせいか。あ、変化球ももう入れれないじゃん。じゃあカーブ1個上げとくか。で、ツーシーム入れときたいな。かなり本格派のピッチャーに153キロなったね。クイック B にしといて、牽制丸。ああ、立ち上がり丸いいじゃん。まあ、ここで育てた選手は別に何で使おうとも思ってないんで、正直も何でもいいんですけど、ただ、あれだな、敏捷が、ポイントがめちゃくちゃ余るな、これ。なんかレーザービームもゲットできないのか。まあまあ、いいかな、これで。
で、まあ生年月日もね、これ結構現実的に行くんであれば、まあ、大谷翔平と同じあれにしよっか、30歳ぐらいに、背番号はまあ1でいいや。はい、もうこれでいいや。うん、まあ達人クリアしてこの能力かっていうのは正直思うけど、まあまあいいでしょう。はい、適当に上げときますと。いや、面白かったね。はい、じゃあ以上パーフェスでした。まあ次から普通にペナントの動画に戻りますね。はい、お疲れ様でした。